皆さんこんにちは、坂戸隆です。今日は顎関節症、顎の痛みですね。これについて原因と治し方についてお伝えしていきたいと思います。まずこう顎の痛みなんですけど、まあ顎関節症っていうと痛みとあとカクカクっていうような音がするとかっていう方もいらっしゃるんですけど、まずね痛みは確実に消えますので、これはご安心いただいて、カクカクっていうのはちょっと時間かかったりとかちょっと手間かかったりはするので。 これなんでそうなるかっていうのを簡単にご説明していきたいと思います。まずえ顎が痛いっていうことなので、痛みは筋肉の緊張だっていうお話したしてるきてるんですけどえ、顎の周辺の筋肉が硬くなって痛いということなんです。で、ね、この顎の筋肉だから口下の顎を動かす筋肉たちって、え大きく分けると四種類の筋肉があるんですけど、表面上で触れる筋肉が二つと。 奥の方で触れないまあ、骨の内側にある筋肉が2種類あるんですね。で痛みをだいたい出してる場合っていうのは表面上の筋肉なので痛みは消せるんです。ただえっ、ー、とね口を開けるときに顎が前にちょっと出たりとかってするように構造上なってるんですけどそれを動かしてる筋肉たちが奥の方にある筋肉なのでその筋肉たちが硬くなってカクカクとか音がするんです。なのでえっ、ー、と表面上の筋肉がね。 硬い時はただ痛いだけなので柔らかくすれば痛み消えちゃうんですけどカクカクとか音がする場合は奥の方なので、えっと、奥の方に指を当ててね、あのー、口の中から突っ込めば当てられる場所もあるんですけどまあそれは現実的ではないので外側から単純に筋肉に直接指を当ててカクカクする音を止めようっていうのはちょっと難しいっていうことです。ででえーっとねまず えっと表面は干渉法っていう方法を普通にやればよくてあと奥の方っていうのは指当てられないですからこの奥にある骨の内側にあるのでねえっと首の筋肉を柔らかくすするってこととこやっていきますなのでこれイラストに書いてあるようにえこのちょっと白くなっているような範囲ですねここの場所を筋肉柔らかくするとえ痛みもなくなりますしカクカクっていう感じはほとんどなくなりますので。 まあ100%とはちょっとカクカクは言い切れないんですけどねあの骨がもう削れちゃってる人も現実にいたりするのでちょっとまたそうなってくると話は別にはなってくるんですがまず痛みというのは全部消えますからそれだけは心配しないでやっていただければと思いますでそれではやり方ですねこの後お伝えしますので、えー、表面上の筋肉が硬い時は痛いしカクカクというのは奥の方だって分かっていただければ奥の方の筋肉が原因だよって分かっていただければいいのでぜひですね 顎の痛みも消して、まあ、食べる時もつらいでしょうからそういうふうにつらい思いしないであの食事できたりすれば一番いいことなので是非そうやって顎の痛みを消して楽しい毎日を過ごしてください。